性はね、100年前と比べて全然いいんだけど、でもそれでも心配ですよね。まだあの木造の家屋がいっぱいあるから、東京は下町があるからね。ここにはあのオイルダンパーっていうのが置いてありますけども、これ筒の中にですね、油が入ってるんですね。で、本物はもっと大きくてですね、人が抱えられないぐらいの大きさがあるんですけども、これがあの地震の時にこう伸びたり縮んだりっていうことを繰り返す。そうすると何が起こるかというとですね、やがてこれが暖かくなってきます。つまりあの振動のですね、揺れのエネルギーを熱のエネルギーに変換して消費する。で、結果として建物の揺れを抑えると。東日本大震災の時は東京のこの辺り一帯がですね、大変な交通渋滞が起きてしまいました。帰宅困難者の皆様が発生したということになります。これ以降ですね、当社はこの帰宅困難者の皆様を受け入れる、そういった施策を講じておりまして